まげ島,島は、大隅諸島の島の一つ。なお、地名、行政区画としての、まげ島は、鹿児島県西の表市の大あである。郵便番号は891-3118。種ヶ島の西方 12km の東シナ海上に位置している島で、面積は 8.20km、周囲 16.5km、最高地点は、 島中央部の竹の腰の71.7メートル、地勢は低くて平らである。島には河川がなく地質は農業に適さない。島内には日本自家の一野種である、マゲシカが生息している。島の周辺は工業場となっている。葉山、大加護、大小森、高坊、柿瀬、地位の木、国土地理院地図、小、陸系下浜部屋、 海症状の恋は無名の岩を除く。鎌倉時代から種ヶ島市の領地となっていたが、漁師が飛び魚漁の時期に一から二ヶ月ほど小屋に泊まり込み、漁業基地としていた他はほとんど定住者はいなかった。明治以降は牧場としての利用が試みられる。太平洋戦争末期の1944年に、大日本帝国海軍の防空艦支所が設置され、一時期無人島。 無手住者島となった。太平洋戦争後、1951年からは、緊急開拓事業による農業開拓団が入植を開始、ピーク時の1959年、昭和34年には、113世帯528人が島に住み、砂糖キビ栽培や落農を営んでいた。しかし、水源に乏しく、農業に適さない土地であることに加え、 害虫や鹿の農作物被害が増加し、生活が困窮したため、島民は徐々に島を離れていった。1980年、昭和55年3月に、最後の島民が島外に移住し、西の表市立曲ゲ島小中学校も、最後の卒業生を送り出して閉校。島は、無人島となった。1974年、平和総合銀行。 平和葬儀により曲げ刀開発株式会社が設立され、1975年に島ごと買収した。当初はレジャー施設の建設を計画していたが挫折。曲げ刀が日本国政府の石油備蓄基地の候補地になったことから、島の土地買収が進んだが、石油備蓄基地は鹿児島県の渋志湾に決定、渋志国家石油備蓄基地は整備され、島は放置されることとなった。 この後マゲ島は日本の無人島の中では北海道の大島大島に次いで2番目に面積が大きい島となっていた。1983年右翼活動家の豊田和夫がマゲ島の土地を自衛隊の長水平線レーダー用地として防衛庁に売却するという話を平和葬儀に持ちかけ不正経理によって用意させた巨額の資金を正にばらまいたとされている。 1986年にこの件が、マゲ島事件として発覚、経営が悪化していた平和総銀は住友銀行に救済合併された。1986年には1985年に起こった山火事の影響で集団化した殿様バッタが大発生、公害したが翌年には収束した。1995年立石建設が マゲト開発を買収して子会社化、後に社名をタストンエアポート株式会社に変更。マゲト開発は、島の土地の買収を進め、西の表市の公有地である市道と、旧学校地を除く大半を所有地とした。マゲト開発では、日本版、スペースシャトルの着陸場、使用済み核燃料中間貯蔵施設などを誘致するとの構想を持っていたが、実際の開発は進まず、 わずかに採石事業などが行われている。2005年、平成17年の国勢調査では、同社の従業員15人が住民として登録されており、再び友人等扱いとなっている。離島振興法の友人指定離島及び友人国境離島法の特定友人国境離島地域にも指定されている。2007年、平成19年に伊王島に変わる。 アメリカ海軍空母艦載機の陸上空母離着陸訓練に利用する可能性が報道された。これに対し周辺自治体議会は反対決議を可決した。2009年平成21年12月には沖縄県議の湾市にある普天間飛行場の移設候補地として検討された。マゲ島開発は島で土木工事を進めており4000メートル級の滑走路を 建設するとしていた。2010年、防衛省は新たな自衛隊施設の整備として、マゲトの自衛隊使用を計画した。それによると、防衛省は同島を南西シフト体制の上陸演習場、事前集積拠点、そして災害派遣時の物資集積場として使用するとしている。防衛省ホームページ、国を守るに防衛省は、 その利用方法を掲載している。また、種ヶ島などの地元への説明会でも同様の内容を提示している。2011年5月には北沢都美防衛省が陸上空堀着陸訓練施設の候補として検討を指示していることが報道された。マゲ島は過去に汚職の部隊となり、また立借建設及びその子会社である。 マゲトー開発の社長を務めていた実質的なオーナー、立石伊佐及び法人としての立石建設工業株式会社が法人税3億2000万円を脱税したとして在宅を起こされ2011年6月に有罪判決を受けているなどの事情から防衛省では島の敷地の買取を前提としているが立石伊佐はリースによる利用を主張している。 2011年6月になり土地の99.6%を所有するタストンエアポートマゲ島開発から称号変更と防衛省の間で用地交渉開始の行為書が締結された。また日米安全保障協議委員会2プラス2において FCLP の移転先としてマゲ島を検討対象とすることが共同文書に明記された。報道等では マゲ島開発が島を十字に横切る滑走路を建設しているとしている。マゲ島開発はあくまでも測量を名目で樹木を伐採し表面を整地しており、この開発は鹿児島県への森林伐採届及び林地開発の許可を得ていたが、実際には届け出よりも大規模な伐採、整地、森土を行っているとされている。 2011年7月には開発工事により曲げカが2000年以降半減しているとの研究者による調査結果が報道され、これを受けて実態調査を鹿児島県に要望する動きも出ている。2011年9月にはタストンエアポート社による乱開発により土砂が流出して巨場が破壊されたとして地元種ヶ島の漁師らが工事の差し止めや、 漁獲量の減少に対する医者量を求める訴えを起こした。またこの他に地元住民が行政、鹿児島県、国を相手に開発の違法性を放置した責任を問う行政訴訟及び曲げ刀の港周辺の入会地の一部を入会権を有する漁民の一部旧曲げ刀開発者に切り売りしたことの無効性を問う入会権裁判も起こしている。なお、 地元西の表市は、タストンエアポート社による曲げ島の森林開発等の現状を確認するための立ち入り調査を再三申し入れているが同社は一貫して拒否しており、2011年9月15日には、鹿児島県が同社の大規模造成に対して違法伐採の疑いや課税上の問題があるとして、現地調査の受け入れを要請している。2016年11月4日、 防衛省による用地買収について土地所有者のタストンエアポート社との契約に目途が立ったことが明らかになった。2018年6月27日、タストンエアポート社の債権者が東京地方裁判所に破産手続き開始の申し立てを行ったことが複数の報道機関で報じられた。東京地裁は6月15日付で保全管理命令を出し、 会社側の意見も聞いた上で破産手続き開始の可否を判断するとしている。防衛省は破産手続きが進めば競売が行われる可能性が高いと見ている額を精査する作業に入っており、競売になれば防衛省が想定する価格で買収できる政府交換との指摘が出ている。2018年7月15日、防衛省が曲げ島を解除。 航空両自衛隊の拠点として活用する方針を固めたことが報じられた。鹿のや航空基地の P-3C やニュータバル基地の F-15J を曲げ塔に展開し、離着陸や防空などの訓練を行うことを想定しているほか、空自が導入し、ニュータバル基地に配備することが検討されている海 -35B と海 -35B を離着艦できるように空母に、 回収することが検討されている出雲型護衛艦の訓練拠点として使用することも視野に入れている。他、空自は南西方面で唯一の拠点である那覇基地が攻撃されることを想定して、マゲ島に海 -15J を分散配置することも検討している。2018年10月22日、タストンエアポート社の破産手続き開始の申し立てを 行っていた債権者が申し立てを取り下げ、同社の破産が回避される見通しになった。2019年1月9日、政府は160億円で、マゲ島を自衛隊訓練場として買収し2019年3月末までに取得することで、地権者と大筋合意した。マゲ島では、在日米軍とも共同訓練を行う予定であったが、その後地権者側で、 開発会社の代表権などをめぐる法的な争いが関係者の間で生じ、契約ができず、3月末には買収が不透明になっていると報じられている。2019年5月7日、タストンエアポート社は防衛省に対し、マゲトの売却交渉の打ち切りを通告した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。